ございます。学校生活はどうでしたか。まあ、世界に行ったり、はい、相当忙しかったスケジュールだと思いますよ。そうですね。でも、まあ、1年間っていう限られた中で充実して、まあ、こう卒業することができたので良かったです。200のハロンでは記録賞を取ることができて、はい、それタイム的な向上っていうのは、そうタイムでは200よりも 1000m の方が自己記録は更新できたんですけど、はい、でまあ、そう持久的な練習もできました。まださらに伸びそうな感じですか、学校から出て。そうですね、これからまた時間も学校よりあるし、もっと練習できるので。まあ、その野手校を中心にしてまたその競争訓練じゃないですか、いろいろありますよね。はい、どういう予定になりそうですか。一回熊本に帰って、それから野手校に引っ越して向こうを拠点に練習します。完全に向こうに住んで、中心に。そうですね、新潟に住んで、はい、でナショナルの合宿とかあるときはまた静岡というかこっちに。はい、その時は来ます。はい、また長いスパンでワールドカップとか、はい、オリンピックもありますしね。はい、7月からデビューしてやれそうな感じもあります。はい、まだ3ヶ月あるんで、3ヶ月でしっかり練習したいと思ってます。前受けから突っ張り先行で。そうですね、はい、基本的にやっぱあの走りが一番勝ちやすい。やっぱ前にいた方が、そうですね、勝ち有利なのかなって今は思ってます。で最後は持久力をもう一回つけて、はい、垂れないように、はい、兄誠一郎さんも頑張ってますね。そうですね、ちょっとじゃあ、ファンの方に一言お願いします。はい、これから7月からデビューするので盛り上げれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。すいません、入って次の3人で。まあ、今回の第1回生というか選手の中では選考意欲がナンバーワンじゃないかということで。そうですね、やっぱ選考にこだわって1本でやってきているので、まあ、もっともっと磨きをかけて逃げ切れるぐらいになりたいですね。どこでそこまで選考への気持ちが高まったんですか。そうですね、やっぱ自転車始めて、最初にレースを見たのが深谷さんとかそういう人の走りを見て、やっぱ選考で逃げ切ったら一番強いっていうのが、そうですね、見てて思ったので、やっぱ自分もそうなりたいと思って選考一本できました。圧倒的な感じがやっぱりガクンときたんですよね。そうですね、村上さんとかの走りを見ててやっぱ一番なんていうんですかね、かっこいいというか、それで、はい。滝沢校長も2年くらいしたらとんでもない選手になってるんじゃないかと期待してましたけど。まだまだ自分の頑張り次第なんで、やっぱやるべきことをやらないとすぐ足は落ちると思うんで、やっぱここから頑張っていかなきゃいけないと思います。特にまずやっぱ加瀬さんは本当一つ目標というか一番いいライバルみたいな。そうですね、やっぱまだまだ越せないと思うので、いかに加瀬さんにがやってないところでやるかだなとは思ってます。近い将来かちょっと時間かかるのかの感じがありますけど。そうですね、絶対に勝って、やっぱ競輪界でも日本一になって、競技でも日本一になりたいなと思ってます。ゆくゆくは本当に女子の本当世界の中でもいいタイムで出してる人いますけど、これからまだ埋められる部分ですかね。そうですね、ガルチェによく打って、はい、深谷なんかこっち見習いぐらいの勢い。いや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 、全然もう、はい、盛り上げていきたいと思います。深谷と会ったことはあるんですね。そうですね、何度かお話しして、はい。確かになんか目元は似てる感じなんですよね、深谷。本当ですか。ちょっとおっとりじゃないですか、のんびりしたとこありますけど、最高の選手ですからね。はい、ぜひ私ファンの方に一言。はい、今年7月デビューし、選考逃げ切りで皆さんに熱い走りを見せていこうと思うので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや、2年後は女子グランプリ逃げ切ってると思います。頑張りたいですね、そうなれるように。卒業ちょっとしびれました。いやいやいや、ありがとうございました、本当に。すいません、はい、ありがとうございました。失礼します。